はい、皆さんお疲れ様です。プロダーツプレイヤー浅田聖吾です。今日ご視聴よろしくお願いします。はい、今2月のね、下旬に差し掛かりましたけども、やっとダーツのねプロツアーパーフェクトの再開のスケジュールが、発表されて、ちょっとテンション上がっております。はい、でこのねちょっと長い時間自粛あったんですけども、こうやって YouTube とかねできるきっかけができて、まあ、僕的にはすごい、楽しいというか、こう皆さんからコメントもらったり、質問もらってこうやってね答えていけることとか本当に嬉しくて、これからもどんどん、質問コメントね YouTube の方にいただければやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。はい、それでは今日もね早速いきたいと思いますので、皆さん元気よくいきましょう。最高。はい、それでは早速1問目からやっていきたいと思います。ハードを投げるとダーツが垂れて刺さります。刺さりも甘く刺さらなかったり抜けたりします。ハードダーツはソフトと違い刺すのが難しいですが、直し方はありますか？少し遠くから投げれば立って刺さります。リリースは遅いです。はい、こちらの質問お答えしていきましょう。まあ、ハードダーツを投げるとフライト側が下がって、抜けてしまうっていう問題点を、解決したいと思いますが、まあフライト側がね下がって刺さるのも、まあこれは一つの技でもあるんですけども、少し遠く、から投げれば、立って刺さるということは、まあかなり大きくダーツがぶれてるんじゃないかなと。まあ上下ね、上下ってこう矢がこう飛ぶのにこういうね縦ブレがすごくしてるんじゃないかなと。まあこの原因は一つ、まあリリースだったりするんですけども、まあリリースが、まあ、遅いって書かれてるので、まあ多分お尻がフライト側がねこう上がりながら前下がりで飛んでいってフリクションしてるんじゃないかなと思います。直し方的には3点あると思うんですね。まず初めにやることはセッティング。セッティングって言ってもシャフトを長く短く重く、軽く、そしてフライトも大きく小さく、まあ抵抗があるので、まあ、大きく小さく軽く重く、また、リングとかもねありなしバックバランスだったりいろんなものがあるので、そういうところからやってみる。もしそれでも無理だったら、ポイントですね。ハードダーツなんで、コンバージョンの方はコンバージョンの種類を重い軽いで変えてみる。また長さもありますから、そういうものであったりポイントだったり合金だったり鉄だったり重さが全然違うので、そういうので、ブレを軽減していく、自分に合った、重心を振っていくっていうことですね。それでももしダメだったら、バレルの中に、詰め込むウェイトボールとかそういうのも一つの手かもしれません。まあ、セッティング的にはこの辺を試していただいたら少しはマシになるのかなと。でもしこれで無理だった場合なんですけど、次にやることとしたら、グリップ、要は持つ位置ですね。バレルの前目に持ってみる、真ん中ら辺を持ってみる、後ろを持ってみる。まあグリップをねガツッとこういきなり変えるのってやっぱり少し抵抗があったり、まあちょっとね時間のかかることなので、持つ位置を、まあ、変えてみるっていうのは非常に効果的だと思います。なので、バレルを持つ位置変更してみたり、持ち方ですよね、浅くしたり、深くしたり、この辺で調整できるんじゃないかなと思います。で、まあ、例えばもう持ち方もこれじゃないと投げれないんだっていうグリップが決まってて、でトルピートとかにあるテーパーがねかかったあのここし、まあよく言えばここを持つって分かるんだよっていうダーツあるじゃないですか。逆に言ったらここを持ってくださいなので他のとこちょっと持てないっていうようなバレルが使われてた場合、そこしか持てないので、そのグリップも変えれないので、あとはもうセッティングでもう無理だった場合は、バレル交換するっていう選択肢になるのかなと思います。なんでちょっとね、段階的に3段階いろいろ試していただいて、自分がねイメージ通りに気持ちよく飛びに、変えていけたらいいのかなと思います。はい、では次行きましょう。はい、では続いての質問、
いつも楽しみに動画を拝見しています。ありがとうございます。質問なのですが、ダーツの重量についてです。以前は 20g のバレルを使っていました。同じ箇所をずっと狙うとき、カウントアップや、01の削りなどにはあまり気にならなかったのですが、緊張する場面やダブルを狙うときに重さに振り回されているように感じることがあり、今は 18g を使っています。自分に合った重さはどのようなものだと思いますか？あと、プロの方々がご自身のバレルを出すときはどうやって重さを決めているのかも気になります。はい、こちらの質問にお答えしていきましょう。ですね、まずは 20g のバレルを使われてたと、そこであまり気にはなってなかったんだけど、まあここ一でちょっと重いのが気になっている、まあ重さがちょっとリスキーにね感じてらっしゃるっていう感じがしますが、結論的に言いますと、自分のもう好みでいいと思います。もう正解がないので、それも人によって合う合わないっていう部分だと思うので、自分のイメージに沿った、重さが展開されてればね、同じ形状でグラム違いとかがあるんであれば、まあ、その自分に合った方をチョイスするっていうのがいいんじゃないかなと思います。重いから重さに振り回されてるとか、軽いからちょっとパワーが足りないとか、まあ、考え方、そして感じ方、まあ、人それぞれだと思うんですね。まあ、体格も違えばそのダーツの投げ方も違うので、なので、まあ、自分が投げるイメージ、こう飛んでほしいなっていうイメージに沿ったグラムを使っていくっていうのが、まあ、一番いいと思います。まあ、逆を言えば、決まり事がないので、まあ、好きに選んでもらう方がいいっていうことなんですけども、我々がですね、重量を決めるときにじゃあどういう基準で決めてるのかっていうところを説明しますと、大体、まあ、この工程上を、まあ、初めにバレルって、まあ、図面引くんですけど、まあ、図面上でいろいろ試行錯誤して、仕上げていくんですが、最終的にねやっぱ重心とか重さっていうのは非常に、最後の方に出てくるんですけど、もうこれは投げ比べないとわからないので、販売する時にね、まあ、18g、19g、20g、21g と、こうパターンを作っていただいて、自分のイメージに合うもの全部投げ比べてみて、あ、軽いからちょっとイメージ違うな、あ、重すぎてちょっと違うな、あ、この辺がいいんじゃないかなっていうのをすり合わせていって決めてる人がほとんどだと思います。なので、まあ、一応そのダーツ、まあ、プロモデルであればそのダーツに合った重量っていうのを、その選手が投げる時に合った重量っていうので発売されてるのが多いんじゃないでしょうか。はい、なので、まあ、決定打としてね、こうしなさいとは言い切れないですけど、自分のもう気持ちよくイメージ通りに飛ぶダーツを選んでみてください。はい、では次の質問いきましょう。はい、では最後の質問になります。聖子プロ配信いつも楽しみにしています。ありがとうございます。あ、そしてね、あの質問者の方、いつもたくさんコメントいただいて、応援していただいてありがとうございます。本当、グリップの話なんですが、最近たまにすっぽ抜けるので握り込んでみたのですが、離すタイミングがバラバラというか、あからさまに遅くなります。もともとポロポロ落ちるぐらいの力で握って投げていたのですが、15年ほど、それを今更変えない方がいいのでしょうか。なんかある程度体に染みついてしまっていると思われますが、それに新しいことを取り入れるのも怖い気がするのです。グリセリン仮液をつけるといくらかは抜けなくなりますが、質問になってないかもしれませんがお願いします。はい、ではこちらの質問を答えしていきたいと思います。結論的にですね、まあ、すっぽ抜けがなくなるというところを目指したい、ただグリップいろいろ試行錯誤してみたんだけどうまくいかない、仮液をつけると、ちょっとマシになる、これはですね、例えばカットがきついから抜けにくい、カットがきついから離れにくいとか、カットがないから抜けやすいけど、滑ってしまうとか、まあ、こういう部分の
話だけ、まあそういう部分の話が大きくなるんですけど、そういう部分だけでなく、そもそもの、力の伝え方っていうところにもあるのじゃないかなと思います。っていうので、グリセリン仮液をつければ少しマシになるっていうのは、もうこれカットの話、手の食いつけの話なので、バレルをね、例えば持つ位置であるとか、カットを強くするとか、まあ交換していくっていうことが効果的なんじゃないかなと思うんですけど、グリップの部分でね、今すぐにできることで言えば、まあ染みついてるものがあるので、グリップっていうのはなかなか変えれないとは思うんですが、僕的には握り込んでみるっていうね、このキーワード、どういう風に握り込まれてるのかがちょっとわからないんですけども、一つ提案としては、親指と人差し指のこの深さの関係ってあると思うんですね。例えば親指深い、人差し指深い、こういう深いグリップ、親指浅い、人差し指浅い、浅いつまむようなグリップ、親指深い、人差し指浅い、逆もしっかりですけど、で中指とかのガイドを深く浅くとか、こういう、まあ、組み合わせがあるんですけども、このいろんなパターンでね、組み合わせてみてはいかがかなと。っていうのは、グリップって、よく質問で多いのが、どういう力加減で握ってますかっていう話なんですけど、軽く乗せてるだけとか、まあ、強くギュッて握ってる人いないと思うんですけど、まあ、軽くね持ってる程度だと思うんですけど、あんなねダーツがしっかりこう力が伝わるっていうのは、やっぱりどこかの指とどこかの指できっちり力が伝わってるからによって、それをどこに持っていくかっていうことなんですよね。なので親指を深くした方が自分的にはしっくりくる、人差し指を深くした方がしっくりくる、中指のかけ方をこうした方がしっくりくるという、こう掛け合わせをたくさん作っていただきたい。その中でどうしてもうまくいかないっていう場合は、まあ、参考としてね、いろんなプロのグリップ、まあ、グリップ集とか、写真とか探すのいっぱいあるので、そういうのをベースにいろいろモノマネしてみる、まあ、新しいことをこう15年やられててね、取り入れるっていうのは非常に怖いことやと思うんですけど、まあ、自分のグリップに近いものからやってみたりとか、まあ、似たようなグリップがあったら、ちょっと違うんだけど、これはどうかな、これはどうかなって、で例えば、ちょっと大きくね変更してみるのももちろんありだと思うんですけど、まあ、今のグリップを変えないと、例えば、バレルだけの、まあ、性能のね、そのカットだけの性能でもないとは思うので、まあ、そういうのを試すことをお勧めします。まあ、僕がもし同じ立場だったら、まずは自分のグリップに合うバレルを買うと思います。っていうのは、プロの人たちもそうなんですけども、あのカットの配置とか、そのカットの強さとか、そのなんだろう、バレルの設計ってなぜみんな違うのかっていうと、やっぱりその人のグリップに合ったものをやっぱ作ってると思うんですね。例えばカットがある程度必要な人だったら、自分の持つところにやっぱカット必ず入ってますし、そういう設計にはなると思うんですが、僕だったら自分のグリップに見立てはまるバレルを本当に買おうと思います。グリップ変えるの嫌だった場合ですね。で、グリップを変えれるんであれば、そのバレルに合わせてグリップを作るんではなくて、ある程度自分のグリップに近い、人のものを参考にして何かこうパターンを試していって、それでもダメだったら、バレルを買います。まあ、ちょっとね極論みたいな回答にはなったんですけど、まあ、それが一番効果的だと思うので、自分に合ったね、バレルを使っていただけたら、そしてグリップを開発していっていただけたらと思います。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。今日は3点ね、コメントの方に返信させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。参考になることもね、参考にならないこともあるとは思うんですけども、これからもどんどんこういう、まあ、ラジオみたいになるんで、どうしてもこう喋ることが多くなるので、まあ、できればこう暇な時とか、通勤時間とか移動中とかね、こうラジオ感覚で聞いていただけたら僕も嬉しいです。はい、それではまたね、質問どんどんいただければ、こういうのやっていきたいと思うので、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で皆さんお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。